K-219 はソ連海軍の 667A 号計画型弾道ミサイル原子力潜水艦の一隻である。本艦は16機のオブと R 船で推進する R-27 液体燃料ミサイルを搭載し34発の核弾頭を装備していると推測される。K-219 は冷戦中に発生した 潜水艦事故の中でも最も多く語られる艦である。1986年10月3日、バミューダの北東680マイルで、紹介活動中の K-219 は、ミサイル発射島内の爆発と火災に見舞われた。ミサイル用ハッチカバーのシーリングが破損し、ミサイル発射島内に流入した海水が、 ミサイルの液体燃料残留物と化学反応を起こした。ソ連海軍はこの漏水が付近である種の作戦を行っていた米原船オーガスタとの衝突に起因するものであると主張したが米海軍はあらゆる衝突を否定した。K-219 は明らかに以前にも同種の不具合を経験していた。サイロ内に漏れ出した海水とミサイル用燃料の 化学反応により発生した爆発の事故によりすでに一機のミサイル用ハッチカバーが溶接で高級的に閉鎖されていた。K-219 の沈没地点書籍、敵対水域ソ連厳選浮上せずの著者たちは、生存者、公開日誌、公式の調査報告書、米ソ両国の陸上、海上要員の証言や記述をもとに事故を再検証した。 モスクワ時間0530時少し過ぎに、K-219 の第6サイロ内に漏れ出した海水が、ミサイルの燃料と反応して硝酸が発生した。K-219 の兵装士官のアレクサンドル、ペトラチコフは、この事態に、サイロのハッチカバーを開放して、ミサイルを海中投棄することで対処しようとした。零5三2時少し過ぎに、第六サイロで爆発が生じ、 収納されていた RSM-25 ロケットとその2機の弾頭は第6サイドから海中に放出された。事故当時 K-219 の副長のイーゴリー、クルジン大佐と米海軍のウェイングラスドック少佐はアンダー,シーオーフェアの中で爆発が発生した状況を以下のように記している損傷した K-219 爆発により サイロが破損し、硝酸ガスがミサイル区画に流入。ペトラチコフを含む3名のミサイル担当員が死亡。2機の原子炉を停止させるために、艦は緊急浮上した。この原子炉の安全の確保は、原子炉区画士官のニコライ・ベリコフと、19歳の少年水兵セルゲイ・プレミニンによる決死隊が稼働中の原子炉室に突入して成し遂げた。 わずかな酸素キャニスターと、軽作業用の防護服、重い鉄製レンチを使い、手作業で原子炉を停止させる作業途中、ベリコフが酸欠と高温で失神。プレミーニンは、ベリコフを退避させ、再び単身で原子炉室に突入。炉を停止させた後、隣接区画に退避しようとしたが、高温となった原子炉区画の気圧差により、 ドアが開けられず、また有毒ガスの漏出で、隣接区画からの救助も叶わず、被爆により死亡した。艦長のイーゴリ・ブリタノフ中佐は、7 0 0 0トルカナタの母港ガジーボまでソ連の貨物船の栄光により、寄港するように命じた。栄光策が繋がれたが栄光の試みは失敗し、有毒ガスが、艦の最高尾区画まで漏れ出すとブリタノフは、本国からの命令に反して、 総員退去と栄光線への退避を命じた。ブリタノフ自身は、K-219 に止まった。艦の修復と紹介の継続をブリタノフが行わない、ことに起こったモスクワは、救援物資を乗せたいるマイナス62を、現場海域に急破するとともに、K-219 の保安士官、バレリープシェニーチ2に大使館の指揮を引き継ぎ、生存する。 乗組員を艦に戻し、任務に復帰するように命じた。しかし、いるマイナス62の投下した物品は、コンテナの破損などで、ほとんど回収できなかった上、管内の有毒ガス汚染は発令所まで拡大。さらに周囲は、米軍艦船が集結。その監視下での復旧作業は事実上不可能であり、ブリタの府は、プシェニー122、反対命令を加齢、乗組員を、 貨物船にとどまらせた。やがて艦の浸水は回復可能な量を超え、1986年10月6日に、K、K-219 は、ハッテラス深海平原の底の水深約6000メートルへ沈み、ブリタの負はゴムボートで毎一発脱出した。K-219 に搭載されていた核兵器一式は艦と共に失われた。 1988年にソ連の海底探査船ケルディッシュが沈没した、K、K-219 の真上に停戦し、潜水艦が成立した状態で海底の砂地に沈船しているのを発見した。艦は環境の前で二つに折れた状態で、ミサイルサイロのハッチのいくつかはこじ開けられ、ミサイルは弾頭と共に消え去っていた。プレミーニンは、その勇敢な行為により、 原子炉の安全を確保したことで死後に赤星勲章が授与された。ブリタの府は時の国防大臣であるセルゲイ・ソコロフの意向もあって怠慢、サボタージュ、反逆の罪で訴追、極刑に処されることが予想された。一時収監されずにスベルドロフスクの軍施設で軍法会議に向け待機させられていたが、1987年5月28日に発生した。 ルスト事件で、ソビエト軍全体の威信は地に落ち、党のソコロフが責任を問われ1987年5月末に解任。新しい国防大臣が就任すると、ブリタの負に対する訴追は取り下げられた。上記で触れた同盟の書籍をもとにして、K-219 の喪失を描いた、英国の BBC と HBO が共同制作した、ルトガー・ハウアー。 マーチンシーン、マックス・フォン指導出演のテレビ映画、敵対水域が1997年に、米国内で、ワーナーブラザースから発売された。2001年にブリタノフ元艦長は、自身の話と、人物像に関する使用許諾を得ようとしなかったことと、映画が事象を不正確に描き、艦長を無能に見せていることで、ワーナーブラザースに対し訴訟を起こした。 三年にわたる審理を経て裁判所はブリタの府に有利な判定を下した。ロシアのメディアは時短金が数万 US ドルに上ると報じた。ソ連は K-219 の破損がオーガスタとの衝突により生じたと主張していたが、米国政府は公式にこの一件に関しては否定し続けている。米海軍はこの書籍と映画に関して以下の声明を発表した。 イーゴリ・クルジン大佐と、米海軍のウェイングラスドック少佐は、米海軍のウェブサイトに投稿した記事の中で、K、K-219 とオーガスタとのいかなる衝突も、否定している。ブリタノフ元艦長自身も衝突を否定している。ブリタノフは、K、K-219 の事故に関するソ連政府の、説明に追従することを拒否したためソ連当局の、 参考人には承知されなかったと語った。事故による直接の犠牲者は以下の通り、K-219 沈没事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。